元市職員のカズです。今日はですね、社会人枠に勝ち残るには行政で活躍する場面を具体的に考えろというテーマになっております。今日のテーマ、なぜ取っているかというとですね、来年度に向けて今その社会人枠の方何人か、これから対策していこうという人教えているんですけど、その今年度の反省点をいろいろと聞いているとですね、せっかくその方が素晴らしい職歴持ってる、素晴らしい経験持っているのに、市役所の業務の役割を履き違えて PR してしまったがために、その人の魅力が伝わらなくて落ちてしまったりであったりとか、まあ、あとはその行政の役割や民間の役割、 NPO の役割っていうものをしっかりとその理解していないまま、無対策でこの挑んでしまってですね、で、面接で自分のこういった能力が即戦力として活かせますよっていうことがあまり PR できずに落ちちゃった方っていうのがいるのでですね、おそらく私の動画、社会人枠で狙ってる公務員志望の人たくさんいると思うんで、今日はですね、この社会人枠に勝ち残るために行政の役割をしっかりとイメージしてもらってですね、そして自分のこういった強みが即戦力として活かせるんだよっていうことを具体的にイメージできるように、これから解説していきます。はい、まずですね、これさっきも言ったんですけど、もう既卒の方はですね、その行政の役割をしっかりと理解してください。で、ここを履き違えるとこの悪い PR になってしまうわけなんです。例えば今から言うのはこれ悪い自己 PR 例になりますよ。例えば、前職で培った知識を生かして経営指導を行います。で、前職で培った知識を生かして、翻訳業務に生かすことができます。こういった PR の仕方をしてしまうとですね、ちょっと面接官の方からすると、いや、これは市役所職員の業務とちょっと違ってるから、この人採用しても自分のスキルを生かすことができなくてミスマッチ生じちゃうんじゃないかなって疑問に思われちゃうわけなんですよ。例えばですよ、その市役所って3年に1回、まあ、異動があるんですよ、平均して。で、だからこそその人の知識でないと対応できない業務ではなくて、特に事務職においてはどなたが担当になってもしっかりと回すことができるように、事業を進めていく、事業を組み立てていく必要があるんですよ。だからこそこの人じゃないと経営指導ができないとか、この翻訳業務できる人でないとダメだとか、まあ、そういった事業はですね、事務区分の方って、あまり担当することがないです。まあ、もちろん経営指導できるスキル、翻訳業務できるスキル、これをですね、活かすことができる場面、それほどたくさんあるというわけではないんです。ここで、それってやっぱ行政の事務職がやるお仕事なのかなと、履き違えてしまうことがあるんですよ。なのでですね、例えば、この経営指導の事業をやるときにもですね、じゃあ行政の方どうやってこういう経営指導の事業を組み立てていくかっていうと、例えば既存の商工会議所であったりとか、あるいはその専門員のアドバイザーの方を臨時職員として雇って、で、経営指導を行うための窓口を設ける仕組み作りを行ったりしていくわけなんですよね。で、ここで市の職員が直接専門的な知識を生かして、特定の会社の事業が上向くように改善する提案を行うということはありえないので、そこは履き違えないようにしてください。はい、で、もう一つこれダメな例言いますよ。内容が浅い PR、 これもダメです。例えば、私のこれまでの社会人経験を生かして、まあ、電話対応や窓口対応だったらできますよとか、あと、まあ、書類の誤り見つけることができます、 Excel が得意です、これって新卒でもすぐできる仕事だよねってことなんですよ。やっぱりその既卒の方を雇う以上はですね、年齢重ねている分初任給も高くなりますし、で、あとはですね、その同年代の職員にはできないような何かスキル持ってるなっていうものが見出せないと、その既卒の方を採用するメリット自治体にはないんですよね。だからこそちょっとこういう別新卒でもちょっと勉強すればすぐできるようになりそうだなっていう PR だけを、書かれていてもですね、あえてその人を取る理由っていうのは自治体の方は見出せないわけなんです。はい、で、ここでですね、ちょっといろいろと書いてあるんですけど、これすっごい大事なことをまとめたんで、文字数を省略することができなかったんで、ちょっと騙されたと思ってぜひ聞いてください。はい、で、これはまあ、これが良い PR 例になります。まず行政の役割を正確に踏まえた上で、
自分の強みを具体的にこういった場面に活かせますよという PR を行った事例です。まあ、実際にこの文章と似たようなことを書いてですね、某市役所に合格した教え子とかもおりますので、ぜひこれは有益な情報なんで聞いてくださいね。はい、でまず、前職金融の窓口業務をしている方で、この方強みを対応力としました。で、これ良い PR 例を今から言いますね。例えば私の強みは対応力です、これまでのその金融窓口業務においては何気ない日常会話で顧客との心理的な距離を縮めていって、その人の悩み事などを聞き出して最適な金融商品を提案してきました。また金融商品を端的に分かりやすく説明する努力も積み重ねることで新規顧客を獲得してきました。で、アフターフォローも徹底することでリピーターを増やすことにも成功して営業目標を達成してきました。で、これまでのその経験で培ってきた持ち前の対応力を生かして市民のニーズを聞き出して信頼される職員として多くの関係者を巻き込み共同のまちづくりを推進することで地域課題の解決などに努めていきますと、これが一つ自己 PR として良い事例になるわけなんですよ。これはですね、実際にその金融窓口業務で培ってきた例えば金融の知識を生かしてとかそういうことを言ってしまうとですね、それって市役所で具体的にどう生かすことになるのってなるんですけど、この人はですね、実際に金融の窓口業務で発揮した能力を具体的に市役所でもこういった場面で生かすことができますよという、こういった強みを市役所で生かしますよという PR 方法を、取ったわけです。で、ここでですね、その持ち前の対応力を生かして市民のニーズを聞き出して、で、多くの関係者を巻き込むんですね、ここ具体的なイメージあなたできますか？これ一つ、文章としてしっかり成り立っているんですけど、面接の場面では、具体的に市役所のどんな場面で活かせるかというその具体的なイメージを持っているとですね、もっと自分の言葉で、流暢に話すことができるわけなんですよ。でだからこそですね、この方対応力強みにしていて、でじゃあその対応力を生かした上で市民のニーズ聞き出して多くの関係者を巻き込んで地域課題の解決に努めていくっていうこの具体的なイメージをですね、今日はあなたに持っていただいて行政の役割っていうものを正確に把握してほしいなと思います。はい、というわけでですね、ちょっとプレゼンテーションから離れるんですけれど、はい、ちょっとこれは今無視してください。ちょっとまず私の経験談からお話しするんですけど、私は市役所で2年間企業誘致の業務を担当していました。で、企業誘致活動、市外から、多くの企業を誘致するっていうことを行ってきたんですけど、市内のとある製造業の会社を訪れた時にですね、市役所が、頑張って企業誘致してもらうことは地域にとっていいと思うけど、私ら中小企業は慢性的な人材不足に陥ってしまっているというニーズを聞いたことがあったんですね。で、じゃあこの慢性的な、人材不足の問題どうやって解決していけばいいかなと悩んでいたところですね、とある事業者間の、交流会でですね、地元のウェブ制作会社の方とお話しする機会があったんですよ。で、その時にですね、その会社の方が、そのウェブ制作会社の方がですね、実際に地元の中小企業の町工場、これまでウェブサイトを持っていなかったからうちの会社がその高校生にも分かりやすいようにゆるキャラなどを使って、この制作しているどういった過程で作っているのか、そういうゆるキャラが分かりやすく説明するようなちょっとリクルート向けのウェブサイトを作ったところ、その応募者数が激増したっていう事例を聞いたんですね。で、私はそのウェブサイトの方からいろいろと意見交換するまでは、中小企業で特に製造業がそんなしっかりとウェブサイトを作ったところでリクルートには結びつかないだろうなっていう固定概念を持ってたんですけど、実際は全然違うってことも気づいたんですよね。高校生はですね、スマートフォンなどを使って、ウェブサイト経由で自分のその働きたい会社を見つけるっていうそういう時代になっておりますので、やはり製造業
小さな町工場も関係なく、しっかりとリクルート向けのウェブサイトを作ることでですね、応募者を増やすことができるということが、そのウェブ制作会社の方とお話ししていて分かったんですよ。で、じゃあその具体的に行政として、市内の慢性的に人材不足に陥っている中小の製造業の会社スクールにはどうしたらいいかなっていうことで、いろいろと事例を調べるとですね、これはまあ現場男子というサイトでして、これはまあ現場男子という大阪産業振興課というところが作っているウェブサイトになるんですけど、いわゆる現場職ですね、まあちょっと汚い、辛い、きついとか、まあ、そういうイメージがあって、近年人材不足になりがちな業界だったんですけど、全然そんなことないんだよって、その現場職っていうのはかっこいいんだよっていうウェブサイトを、作ってる事例があるんですよ。まあ、実際にこうやってですね、まあ、こうかっこよく映っていて、なんか現場で働く人たちかっこいいなと、特に若い世代の方々に、イメージをつけてもらうためのサイトになってるわけなんですね。で、こういった事例などを見た上でですね、じゃあその市民のニーズ、まあ、今回は事業者のニーズですけど、その自分たちの人材不足に陥っている問題をどう解消したらいいかということで、まあ、これ近所の石川県能美市というところの事例なんですけど、まあ、先ほどの現場男子という事例を参考にですね、現場ヒーローズというウェブサイトを作ったんですよ。で、この現場ヒーローズというサイトを作ってですね、実際にこういった能美市内にある、現場職をしている方々の、インタビュー記事などを掲載したり、やってるっていうわけです。で、ここでですね、じゃあ例えばこういった現場ヒーローズという企画を考えても、行政のやることって、じゃあ専門的な経営指導の知識を生かして何かするとか、そういうのではなくてですね、じゃあこの現場ヒーローズっていうサイトを立ち上げて、次に協力してくれる会社さん、いろいろとこうお願いして回るっていうことをしなきゃいけないんですよね。これがですよ、その様々な関係者を巻き込んでいって、で地域課題を解決するというプロセスになるわけです。で、これただ現場ヒーローズっていう企画を作ってですよ、で、これで現場職のそのイメージアップを図ろうと思っても、これだけでは絶対にこの企画は成功しないわけです。この一覧に出ているように、市内のいろんな会社の方々に協力を呼びかけて、実際に協力してもらって、で現場ヒーローズのコンテンツを充実させていって、でさらにですよ、その地元の、高校に対してこういったサイトがあるんですよっていう周知などをしっかりと図っていくんですよ。こうやって学校や事業者の方々の協力があって、初めて、行政が、その人材不足の課題を解決することができるというわけです。はい、でこれがその市民のニーズを踏まえて、そしてさまざまな関係者を巻き込んで地域課題が解決するという一つの事例でございます。で、まあ、これ市役所の事例になるんですけど、まあ、私教えてる方、県庁の方も多いんで、県庁も一つ事例を紹介します。これはですね、長野県庁が行っているお試し長野という事業になります。で、まあ、お試し長野、今いろんなこういったスライドが流れてるわけなんですけど、例えばその長野県外の事業者が長野県内に実際に仮に住んでみて仕事をしてみる、そういったお試し、まあ、暮らしというものを推奨する事業になっているわけです。で、具体的にどんなことをやるかっていうと、まずそのお試し長野を申し込んで、まあ、採択された事業者の方はですね、まあ、お試し暮らしするための資金援助、まあ、補助金を長野県からもらうことができます。例えばコワーキングスペースの利用料であったり、引っ越し代、あとは県外の、業務などの交通費の他に、まあ、家具家電、自動車のレンタル料など、いろいろとこう補助してもらえるわけなんですよ。で、あとは相談もしてもらえる、他に、終了後も、まあ、支援してもらえるという、こういった長野県が行っている取り組みがあるんですけど、じゃあこの事業を具体的にやっていきましょうよってなった時、長野県職員として長野県内のいろんな民間の事業者がやってるコワーキングスペースに説明して協力をお願いしたりであったりとか、あとはですよ、各市町村にも、こういった事業を長野県始めたから周知お願いねって言ったり、であとはこの相談ですね、こういった相談に関しても、じゃあ専門員の方、既存の商工会議所とか他の産業支援機関とうまく連携してこの相談体制作ることができないかとか、こういった調整をやっていかなきゃいけないんですよ。
これこそまさに、様々な関係者を巻き込んでいって、地域課題を解決するというプロセスになります。はい、というわけで、具体例はちょっとそれぞれ市役所と県庁一つずつ述べたんですけど、具体的にイメージしてもらえましたかね。こういった形でですね、その市役所職員、県庁職員、もう他は公務員全般いろいろと事務職に共通することなんですけど、自分の知識を生かして、自分の知識っていうものを生かして、で経営指導をやるんですよとか、技術的な相談乗れるんですよとか、そういったことを書いちゃうと行政の役割を履き違えてるなって思われちゃうので、今の事例のようにですね、やっぱり事務職の方っていうのは一番の醍醐味は、さまざまな関係者を調整していく、さまざまな関係者とマッチングさせていって、単独ではその解決できない地域課題を解決していく、あるいはその地域の魅力っていうものをその市民や事業者の方々と力を合わせて、高めていく、そして自分たちの地域の魅力を発信していって定住促進を図ったり、といった取り組みがこれから自治体職員に求められていることなんです。こういった役割を自治体は行っているんだよっていうことを具体的にイメージ持ってもらった上でですね、あなたのこれまでのその職務経験で培ってきた強みっていうものの中から市役所に即戦力として生かせそうだっていうものを見出していただいて、で自己 PR 文を作っていただければ、かなり合格率を高めることができると思いますので、ぜひ参考にしてください。はい、では今日は以上となります。ありがとうございました。